ね。自家自産。もうこれが証拠ですよ、証拠。うまい。あれだけあったの。はい。ありがとうございました。エビから始まったパスタやけど、うまい。とりあえずエビがうまかった。いや食べ終わったね。うん。あ、今何時？今ね、6時5分。6時過ぎた？過ぎた。まだ時間帯やね。この間の離島の時、6時やったもんね。さあ、寝る？昼寝、お昼寝タイムに行きたいんやけど、どうなの？いや、お昼寝していいよ、別に。はい、ちなみに、さっき、ちょっとこう、はい、声をかけました。おはようございます。今何時ですかね。8時10分。風呂行こうか。そうそう、風呂行こう。今回は寝坊しませんでしたよ。よいしょ。8時、まあそうね、10分ぐらいですかね。で、ここが温泉がありますんで、温泉に今から入るということで行っていきたいと思います。着替えようかね。いや、明るいね。ダブルでジェントス。あ、今日デカジェントスあるんかね。ある。よし。またやってきましたよ、源氏の森温泉。風呂上がりのコーラね。なんでこれ？瓶のコーラっていいね。瓶で飲むだけ美味しく感じるよね。そうそう。はい、ということで、温泉どうやった？最高です。時間がですね、こんな感じです。21時22分になりましたね、今。はい。で、気温がですね、22度です。あ、ちょうどいいのかな。いい感じだ。ちょっとね、もうビールももういいですということで、夜のカフェ、うん、コーヒー、夜カフェ。夜のコーヒーって、まあない、ね、動画でアップしたのではあんまないかもしれないね。うん、うん、で、今回は新兵器をね、あ、これかな、ワンタッチドリッパー、うん、どんなやつですか。あ、なるほどね。あの粉が入ったあのインスタントというかありますよね。あれの粉が入ってないやつ、うん、やね。自分で粉だけ入れるやつ。はい、あのお豆も、モカ。ガリガリガリ。お湯が沸きました。
はい、じゃあ乾杯。コーヒー入りました。あ、美味しい。うん、ファイヤー。やっぱあったかいね。あったかい。朝ごはん、今回はね、ハンバーガーです。マフィン、昨日の残り、牛と豚の合いびきミンチ、玉ねぎ、はい、ピクルス、これ、卵ですね、トマトソース、バジルのトマトソースね。ポテト、はい、じゃあハンバーガーとポテトですね、作ります。レアレジ、こねてくる、こねてくる、はい、ミンチをこねてきました。弱火でじっくり。玉ねぎを薄くスライスしてます。ピクルスを薄く切ります。あ、このピクルス美味しい。美味しい、うん、つまみ食い。あとは肉が、あと、目玉焼きも作らない。あ、目玉焼き、目玉バーガー、全部入りの豪華なやつ。全部入り